歯ブラシの作り方。使用するバルーンはこちら。260泡を膨らませます。260白を膨らませ、連結します。青で絞りひねりを一つ。白で8センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。青で4センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側でひねり合わせます。白で8センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。青で4センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。両方の風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側でひねり合わせます。白で8センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。青で3センチのバブル。絞りひねりを2つ。3センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。青の風船の空気を先の方に送って紐状にし、2つの絞りひねりに絡めます。260白は絞ませてください。260ピンクに空気を入れます。指定した箇所に取り付けてください。風船の空気を先の方に送って紐状にし、
後ろのたらこひねりの反対側に持っていきます。9センチのバブルを一つ。風船の空気を先の方に送って紐状にし、最初の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませてください。160泡を膨らませます。指定した絞りひねりに絡めます。パーツを一周し、元の絞りひねりに絡めてください。適当な長さのバブルを作り、残りはしぼませます。これで完成です。お疲れ様でした。